2018明治安田生命 J1 リーグは第5節です。今日は味の素スタジアムの FC 東京ガンバ大阪の一戦をご覧いただきます。両チームのメンバーがピッチに出てきます。ラインナップを紹介します。東京はキーパーが林です。岡崎、チャンヒョンス、森重、小川の4バック、高萩と橋本をセンターに並べてサイドに大森、東です。今日は俊足の永井とディエゴ・オリベイラの2トップです。東口ゴールキーパー、オー・ジェソク、三浦玄太、ファビオ、藤原の4バック、新加入のマテウスと遠藤が中盤の下がり目でコンビを組みます。2列目に井出、倉田、ファン・ウィジョ、泉沢ではなく今日は井出をチョイスしてきましたクルピ監督。長身の長澤がワントップです。ディエゴ・オリベイラのフリックから長いのシュート、うん、左から東が打つ、先制パンチ東京。今季初先発長いのシュートのこぼれ球、東を押し込んで東京が先制しました。すごくシンプルだと思いますけどね、やっぱディエゴ・オリベイラの、まあ、強さとか高さというものをうまく使って、そこにスピードのある選手が飛び出すというところ、まあ、ここは一つ狙った部分なのかなと思いますし、まずここで高さを生かします、はい、まあ、上から今東も走ってきてますけども、よくワイドの選手もまあ追いつきましたし、ディエゴ・オリベイラは必ずしも真ん中にいるばかりではありません。この辺にも出てきます。中に行く大森、これはファールの笛が鳴りました。さて小川の左足フリーキックも一つ魅力になります。狙いを定めた小川は一つ動かしといて奥を狙いました。ヘディングシュートだー、ゴールですか。2点目来ました森重。小川のセットプレーから森重のヘディングで東京2点目。東京は今シーズン初めての1試合2ゴールです。少し柔らかめのボールでしたからね、あの強いヘディングはできないだろうなと思います。うまくコントロールして隅に持ってきましたね。全体は狭くなってます。これで左右サイドから遠藤のワンタッチ止めたぞ、チャンス引っかかった、笛が鳴った、 PK。 いや人差し来ましたね。まさに遠藤の人差し、最後受けたのは井出か、はい、井出が高萩のファールを誘いましたが、ここにいたのは遠藤のワンタッチでしたっけ。そうですね、あの右でコントロールした次のタッチですぐ左で触ったんですよね、はいはい、正面からアプローチ、角度をつける、サンリージョー、林読みましたが決まりました。これでガンバ1点差。いやー、この1点は大きいですよ。45プラス2、ファン・ウィジョの PK で1点差になりました。オジェソク左足、マテウスパスだ、ゴール前人は揃った、ハツセのクロス、チャンス、ヘディングが出てきた、ファン・ウィジョ、ファン・ウィジョ、今節も2得点、ガンバ同点2対2。見事ですね。後ろから橋本、東展開晒して中入って大森カットイン、引きつけておいて左小川のクロス、ヘディングシュートだー、勝ち越しましたディエゴ・オリベイラー。オープン攻撃最後小
クロス、仕留めたのはエースストライカーのディエゴ・オリベイラです。いや強いヘディングでしたね。これでゲーム終了の笛が鳴りました。東京勝ってリーグ戦7ヶ月ぶりの連勝、これで公式戦3連勝です。ガンバは代表ウィーク前のリーグ戦は引き分けで今季初勝ち点は取ったものの、今日また敗れて J1 のリーグ戦はこれで15戦勝ちなし。なかなかトンネルから抜けきれなかったという一戦になりました。